はい、こんにちは、レトスの小野です。本日は早速3問に入っていきます。それでは問1です。建物所有者 A と借家人 B の間の借家契約後、 A が当該建物を C に売却した場合、建物の引き渡しを受けて建物で居住している B は C に対して賃借権を主張できる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはこれ丸ですね。まず問題文の状況なんですけども、建物所有者 A が B に建物を貸します。まあ、賃借する、まあ、賃貸するでもいいですね。 B から見たら建物を借りる側なんで賃借、まあ、A から見たら貸す側なんで賃貸、まあ、これはどちらでもいいです。賃貸でも賃借でもどちらでもいいです。で、賃貸をしてまた賃借を受けて、その後 A さんは建物を売却してます。こういった状況なんですね。で、建物賃貸借における賃借権の対抗要件、つまり B の対抗要件っていうのは、賃借権の登記、または建物の引き渡しなんですね。で、今回の問題で言うと、借家人 B は建物の引き渡しを受けていますね。なので、B さんは対抗要件備えているから、その後、A さんが C さんに売却したとしても、C さんに対して賃借権を対抗することができます。つまり B は C に対して賃借権を対抗することができるから丸だということになります。で、この対抗できるってどういうことかちゃんと理解しておきましょう。短期講座ではこれがどういった意味なのかもお伝えしています。まあ、こういったね、基本事項の理解っていうのは合格への第一歩なので、ちゃんと理解しておきましょう。また合格するにはまだね、2歩3歩とまだまだやることがたくさんありますので、まずは第一歩、対抗できるってどういった意味なのか、まずはこれを理解しましょう。で、続いて問2ですね。高県知事免許の A 社について破産手続き開始の決定があったとき、 A 社の免許は当然にその効力を失うため、 A 社の破産管財人 F はその旨を高県知事に届け出る必要はない、丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。宅建業者について破産手続き開始の決定があったときは、その旨の届け出があったときに免許が失効するんですね。届け出があったときに免許の効力が失われます。なので今回の問題っていうのは当然に効力を失うとなっているので誤りなんですね。あくまで届け出をして初めて効力を失うんですよ。で、この届け出しなければいけない人は誰かっていうと、これは問題文の通り破産管財人です。破産管財人が破産手続き開始決定の日から30日以内に破産した旨の届け出をします。これもちろん免許権者ですよ。免許権者に対して届け出をするので、この点も合わせて覚えておきましょう。で、今回理解すべき部分があるんですね。これ何かっていうと、なぜ届け出があった時に免許の効力が失われるのか、当然に効力失わないのか、ここちゃんと理解しておいた方がいいです。理解をしておけば、あ、届け出があった時に免許は失効するんだな、あ、この場合は当然に効力を失うんだな、これが理解できていたらちゃんと答え導けますので、だから理解が必要なんですね。で、理解すべき内容については短期集中実力アップ講座で解説いたします。これを知っていると効力の失効時期について混乱することはなくなるはずです。理解をしてどんな問題が出てきても確実に合格点を取れるようにしましょう。それでは問3です。宅建業者 A が自ら所有する市街化区域内の5000平米の土地について、宅建業者 B に売却する契約を締結した場合、 B が契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、 A および B は6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられる場合がある、丸か×かという問題です。まずこの問題文のこの6月っていう部分ですね。問題、試験の問題では、6ヶ月のかっていうのは、記載しないんですよ。6月って書いて6ヶ月っていう意味なんで、まあ、この点注意してください。で、まあ、今回の問題で言うと、これ、×ですね。まず、市街化区域内の話なので、2000平米以上の土地の売買が対象です。で、今回の問題は5000平米ってなっているので、まあ、事後届では必要なんですね。で、事後届が必要な人って誰かっていうと、権利を取得する側なので、買い主だけなんですよ。今回の問題見ると、これ A および B って書いてあるんですね、ここ。
A っていうのは売り主ですよね。売り主は別に事後届で行う必要はありません。で、一方 B さんっていうのは権利取得者だから2週間以内に事後届で行う必要があるんですね。で、もし B さんが事後届で行わなかった場合は B さんのみ6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるのであって、 A さんは別に義務はありません。事後届で行う義務ありませんので罰則も受けません。なのでこの A が誤りなんですね。A を除けば、あとは正しい記述になります。まあ、こういったね、細かい部分かもしれないんですけども、こういった引っ掛け問題、宅建試験好きなので、ちゃんと問題文を読んで、確実に得点できるようにしておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。